手軽な堤防から爽快な当たりが楽しめる人気のライトゲーム。そのライトゲームにおいて2021年春ラグゼ宵姫シリーズにライトゲームのネオベーシックモデルとしてラグゼ宵姫ソーが新たに加わります。今回はラグゼプロスタッフ藤原慎一郎さんとガマカツフィッシングキャスター島田さやかさんがラグゼ宵姫ソーを手に爽快なライトゲームを楽しみます。まずは注目のニューロッドについてお話をお聞きしました。ニューロッド、そうです、はい、はい、こちらご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、名前がですね、はい、ラグゼ宵姫、はい、ソー、まあ、宵姫シリーズの、 その、まあ、DNA というか、はい、それをきちっと受け継いでる、まあ、非常にファインで扱いやすいサオになってます。で、はい、まあ、価格帯もお求めやすい価格帯で、うん、はい、すごくシンプルで、はい、まあ、軽量な、仕上がりになってますので、はいはい、本当に身近な、まあ、アジング中心としたライトゲームで、はい、まあ、いろんなシチュエーションで結構使い込んでいただけるサオには十分、なってます。はい、今回の AJ カスタム、重量の刻印というかね、まあ、一目で分かるようにすごく便利になってます。藤原さんの使用ロッドは S53FL ソリッド、軽量ジグヘッドリグに対応し、漁港の内側や除夜灯周りなどの近距離でのゲーム性を重視しています。ちょっと上巻いてみましょうかね。シェイクと、来ました、アジちゃん来ました、よいしょ、もう来た藤原さん、はい、早速来ましたね。深いですか？いや、今ちょっと上の方を、はい、まあ、とりあえず巻いてみようかなと思って、はい、で外側もね、ところどころ街灯がこうちょっと、はい、明かりが漏れてるというかね、落ちてるところがあるんですけど、はい、その辺をふわーっと巻いてると、うんうん、こうイグイ的なモゾ、はい、果汁ですね、重みがニュって乗るような、はい、と乗るような、まあ、竿もまあ、これ非常に軽いんで、はい、そういうちょっと重みが乗るようなイグイとか、うんうん、まあ、はい、そういう食い方もよくするんですけど、はい、それも本当に竿に出やすいようになってるので、うん、はい、はい、まあ、軽く巻いてみたり、ちょっとアクション見たり、まあ、軽く止めてみたり、まあ、潮に馴染みつつ上の方をちょっと漂うぐらいの感じで、巻きすぎるとどうしても巻くっていう釣りはそのジュゲットも上の方に浮いちゃうんで、おお、うん、ちょっと緩めた、よしよし、おお、来ました、さやかさんの使用ロッドは S58FL ソリッド、アンダー 1g のジグヘッドリグでも引き感と細かな荷重変化察知に優れ、身近な釣り場でライトゲームを楽しむことができます。あ、来た、おお、いきなりや、表層できました、おお、めっちゃ元気やん、サバか、マジですね。表層で連発している藤原さんですが、明確なバイトを得るためにはラインテンションが一つのキーとなっています。
ぱちょっと早く巻いたりテンション強めにするとなんかね食い切らん感じなんですよね。ちょっとね早く巻いてみたりテンションやっぱりもうちょっと強くしたりしてみるんですけど、そういう時もなんかね吸い込みにくいような、まれてないようなあたりが出て、やっぱりその腹ずめずで、でもレンジは本当水面に近いところ、結構ねこのアジング、軽いジグヘッドも使いますし、ラインテンションの操作とか加減っていうのが肝になること多いんで、今回この53の FL とか、サヤカさん使ってる58の FL っていうフェザーライトクラスは本当に校内のジグタンから、ちょっとねこういう潮通しのいいところでの、1グラム前後使うような釣りにもってこいなので、すごく身近な釣りがすごく楽しめる、ロッドになってると思います。おっしゃ来た、おお、あ結構手前の方で来たけどアジかな、おお怪しいサバかな、どうやろう、おー怖いよアジー、やったー来たー、よっしゃーナイスアジいやもうアジのあたりはもう爽快ですよ、本当にそうというだけあってロッドもそうですからアジも爽快です、アジング楽しい、いい方ですね本当にね、美味しそうな、トレモロ AJ の 2.6 インチ。アジちゃん、自分の使い方としては2インチが結構パイロット的に使うことが多いんですけど、やっぱりそのサイズ、ワームのボリューム感とか、それで、ちょっとファットだったり長い方がいい場合っていうのは普通に、こういうサイズでもありますし、でまた大きな、アジに対してのアピールとか、就魚効果も就魚効果というかそういう、アピールの強さっていうのはあると思うんで、大きいワームっていうのはこちらもぜひぜひ使っていただけたらなと思います。ちょっとしたね本当にレンジ狙うレンジとか、ちょっとした加減なんですけどね、でもそういうのですごく釣れるようになったりするんでやっぱ面白いですよね。ですね、で当たりを取る楽しさとか、当たりもねそうやってちょっと見つけたらいっぱい、手軽に楽しめる釣りなんで、やっぱりその当たりがあると、こうヒートアップしていくというか、そうですよ ねっていう部分があるんで、やっぱり藤原さんが思うアジングの魅力っていうのは、その当たりとか、そうですね、そこは大きな魅力ですよね、ちっちゃな当たりでもイグイでも、スッて持ってたりね、するっていうのが、でそれをまたかけるっていう楽しさとか、あるん で、このライトゲーム、季節によってもまたメバルが釣れたりとか、でボトムやればねカサゴとかそういうのも釣れたり、色々ね、どんどん、こういうシンプルで、ジグヘッド単体って、本当に、釣り自体ねまだあんまりされてない人でも、こうとっつきやすいというか、もう竿とリールと糸とジグヘッドワームだけみたいなね、シンプルですもんね、ですんで、最初はねどうしてもちょっと軽いものが多いので、その辺のコツとか慣れっていうのはね必要かもしれないですけど、
まあ、でもその辺やっていくと、ね、最初は漁港の街頭周りとか、うんはいうん、そういうところに行けば結構ね、本当に、まあどういう時間帯でも、ね、当たりがたくさんあったりって、はいうん、いうこともありますので、うんうんまあ、手軽なんですけど、はい、すごくこうハマる要素はあるかなと、うんうんうん、ぜひぜひ楽しんで、はいね、もらえたらなと。おお、下で食った。いやいや、当たりあったな今の。